どうするか。あれ、椅子はあの、ね、おまけに。でもちゃんとした椅子ね。ちゃんとした椅子ね。いや、いいよ、本当に苦しいし。私、あの抗体検査も、原子検査も両方とも陰性でございます。はい、もう一回ちょっとこっち見ていただいて。ありがとうございます。ね、匂いがいい匂いするね。あの、この何？この中から。懐かしい。このピアノ屋さんはね、空輸すんの、ピアノ。ね。あの潮風に当てたけど、そうだ、ピアノは空輸は空輸だよ。あの、いや、まあ、中国からの船便はね、やっぱり来るけれども、うん、やっぱりいいものは、うん、あ、着きましたって、春が春が着きました。そうでもね、僕行ってこようか。すいません、聞いてて、うん、あの小学校のカル、あの先生の撮ってて、こう聞いて、撮らなくて、ビデオね、ビデオ撮らなくて、ビデオだから撮らなくていいから、撮らないでお願いだからね。え、じゃあ大介が聴いてる曲を弾こうか。うん、ブルグビルコになるじゃん。ナウシカとかな、ね、ナウシカ。閉めた方がいいかもしれない。閉めません。迷惑になると思うよ、私なんかが弾くと。
いや、春おはよう。どうぞ触ってごらん。あ、それよりもさ、パパのさ、ギター見せてもらったらすごいんだけど。ギターでもね、腕は見せない方がいいと思う。下にね、下にあるのよ。ちょっと武器庫を見せてあげて、武器庫。大介が将来、あのパパが死んじゃってからでも生きていけれるようにあるギターなの、ギターなの。ギター春もさ、ギターとかも弾くからさ。そうなの。うん、一緒にいといてよ、一緒にいといてよ。すごいよ、ギターはね、32年前から使ってなんかここに枯葉の楽譜があるけど、いや、なんかね、枯葉やろうか、うん、なんか やられるのかなと思って、枯葉あるのか、なんかパパも一緒にやるのか、なんかあるんだろう、うん、すごいね、こんな、まずちょっとこれがカメラの後ろだから、ここに座る、thank you.
ね、やっぱね、このピアノね。高い。でも、まあこ、このピアノのチューニングだから。すごいね。はい、なんこの、なんつうの、この、角と丸と両方ある音だね。ピア角のなんかエッジが効くとこと、やっぱり丸い音とっていうのが。ああ、そう。ね、だから、結構トランペットにも、この人多分トランペットと一緒に弾いたことないと思うね。出したことない音で。うん。こうなんか混じり合う感じがする。これはね、オスカー・ピーターソンも弾いてるからベリは合うって言われた。あのジャズがね。オスカー・ピーターソン。そう、名前しか知らないけどさ。いいじゃないですか。だから最後はさ、なんかピアノを出したかった。あそこでルバートしましたけど。これね、オスケね、私たち何の打ち合わせもないんだよ。何も打ち合わせしないで、なんかやろうかっていう感じで、何やる？何やるんだっけ？何やるか？私の本持ってきたかも。じゃあ学校の前で。そう、だからアドリブだよ。じゃあ、学校だから。あれやるか、マイルス・デイビスやろう。なんだっけ？If I Love You。If I Love You っていうね、最初がチャイムで始まります。どこだよ。何ページ？F ってどこ？もっと前。スタートです。スタート。はい。出てこないじゃない、春。うん、あと。にゃ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 。洋介待ってて歌おうか。この年に生まれて。C ペダル。